え、でもさ、俺ちょっとそうだ、この前思い出した靴の話で、え、ツイッター、はいはい、あのスクエニの人事の人に会う機会があって見ました見ました、14プレイしてますって言った話を言った方がいたんですよ。そうね、言ったら、あのうちの人事のその人が、え、吉田って言うんでしょって、どんな返しだよってまず最初にさ、ありがとうございますって言えよ。そうそうね、うちの会社の正しいね、あげくさ、その光の選手の方がね、吉田さんって社内で有名なんですかって聞き返してくださったらしい。はいはい、ああ。そしたら、そうですよ、まあね、超有名って。うん、まあ、そこまではいいっすわ。だってあの人、誰も履かないようなブーツ履いて、足音が一人だけ違うんですよって、その紹介の仕方あるかいくらなんでも。そうですね、ほんとそうだわ。僕ね、月曜に人事部とね、はい、打ち合わせがあって、ちょっと人事部のね、そこそこ上の人とね、打ち合わせがあった、このグレーのチェックの忙しい中、はいはいはい、行ってね、開口一番、あれ、人事部誰誰だよ。まあ、気になりますね。いや、気になるじゃん、だって。確かに。で、なんか、えって言われたから、経緯をこう、説明したら、いや、でも、あれですよ、吉田さん近づいてくると人事部内ちょっとピリッとしますよ、って、結局同じようなこと言われて、あ、そう、そうか。いや、でも、うん、まあ、この話掘り下げていいのかわかんないですけど、うん、多分一部のスタッフなら共感してもらえると思うんですけど、うん、吉田さんっぽい足音の人って何人かいて、あ、いるいる、俺もだって自分のブースにいて自分と似たような足音の人を見て、あれ、なんか俺歩いてるっていうふうに思う時があるもんいや、そうそう、あれ吉田さんかなと思って、あ、違ったみたいな、そうね、のを聞き分け、何人か、本当に何人かいるので、うん、聞き分けられると上級者ですね。そうね、なんかでも聞き分ける人、君聞き分けられる、いや、まだね、分かんない人何人かいます。いや、だからドラクエ10やってた時も、その吉田さんがブースに来るとすぐ分かるって当時から言われてて、ゴッ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 ドカンっていうそこまで一連のそこまでワンセットだって言われてて、結局ね、14になってもね、変わんなかったですね。